こう感謝を気持ちを伝えられるような面白い企画ができないかと考えておりまして。なるほど。そういった中で今見ていただいたこちらの還暦記念ひょうちゃんがシューマイの中に入っていたら面白いんじゃないかですとか、あとはひょうちゃんを使ったキャンペーンなども行いまして、はい、今回こちらのお弁当 の発売に至ったというこのお弁当の企画自体は、はい、まあ横浜大川さんとの、まあ、コラボも、はい、あってって聞いてますけど、どういう経緯でこのお弁当が生まれることになったんですか。もともと横浜大川さんとひょうちゃんの我慢勇気という企画をやらせていただいてまして、万勇気、万勇気と我慢という我慢勇気をもじって我慢勇気、ひょうちゃんの我慢勇気という企画をやらせていただいておりまして、というのももともとひょうちゃんがシューマイに入っていた時にですね、ひょうちゃんのこう旅をするという設定の中で、もともとシューマイにひょうちゃんのこう旅のしおりなんかも昔は入っていたんですね。ひょうちゃんと一緒にこうシューマイを食べながら列車の旅を楽しんでいただくみたいなところが一番最初のルーツでございましたので、それをこうするような形で横浜大川さんと神奈川のいろいろなところに行かせていただいて、その場所のご紹介であったりをさせていただくという企画をさせていただいておりました。なるほど、はい、そんな中ですね、ひょうちゃんの還暦を迎えまして、何かこうひょうちゃんの特別なお弁当ができないかというお話になりまして、今年の6月からですね、プロジェクト H60 ということで、ひょうちゃん弁当このネーミングもちょっとおかしいですこれはやっぱり山本編集長が名付けたんですか、H60。 これは担当と相談していろいろ考えた末にできた曲なんですけど、連載をずっとしておりまして、なるほど、その中でやはり還暦ということで何か記念に残るようなものを作りたいねということを清家さんとお話ししている中で生まれてきたという感じですね。僕ね、清家本当にいいなと思うのはね、そういう横浜岡さんともね、そういう形でこうやってるしね、FM 横浜さんともね、60周年記念で番組をやったりしてましたよね。はい、やらせていただきました。やっぱりね、メディアやってて思うんですけど、本当にね、ウィンウィンになれる、ウィンウィンになれるっていうところだと思うんですね。メディアもよし、企業権もよし、お客様もよしという、やっぱね、企業権ってやっぱなんか波じゃないよね。まあ当然なんですよ。波じゃない。あ、それでごめんなさい。これは掛け紙の。はい、掛け紙でも横浜大川さんとコラボレーションさせて。以前からね。はい。そうですね。これはゴールデンウィーク号という1年の中でもすごく人気の特集があるんですけれども、4月の発売のゴールデンウィーク号の表紙を一応ちょっとですね、そのままデザインを使っていただいて。もじった感じで、使っていただいて、なぜかそのひょうちゃんがゴールデンウィークは絶景バカンスみたいなことを書いてあるんですけれども、そういうようなちょっと表紙をもじったようなものを使っていただいて、中身はチャーハン弁当なんですけど、はい、中身はチャーハン弁当、はい、この方を差し上げて、これどうなんですか、編集長、横浜ウォーカーというメディアとしては崎陽軒さんとのコラボっていうのは、はい、どうですか。いや、もう大変ありがたいです。横浜、自分自身もずっと横浜市民なので、清家さんとコラボできるっていうこと自体が非常に嬉しいですし、やっぱね、リスペクトですよね。あると思うんですよ、特に。そうですね、これ本来なら有村架純さんが本当は表紙になっていたものがひょうちゃんに変わってる。おー、素晴らしい。こういう、かなり無理やりなので、すごいコラボをさせていただいたという。なるほど、差し替えちゃったんですね。やるひょうちゃんが表紙にね、こういう形で出るというものが面白いだろうなと思ったので、かけ紙でコラボをさせていただいたという。いや、でも本当ね、今年この赤いちゃんちゃんこのひょうちゃん、はい、すごい馴染みましたね。おかげさまで、還暦ということで、本来は普通の白いひょうたん型なので、そうですね、今年限定でちゃんちゃんこを貼らせて、これ来年はどうじゃん、
来年はそうですね、還暦じゃなくなれば脱いでしまう予定ではあるんですけど、うん、ああ、なるほど。この時期に発売になったというのも一応、まあ、シルバーウィークというか、還暦というか、そうですね、経営の日前後みたいなというところも、なるほど、はい、でまあ、この時期に発売をさせていただいたというところもあったりしますね。はい、これ、これ作るにあたって、読者アンケートっていうか、ネットでなんかもやったって聞いてますけど、そうですね、先ほどご紹介いただいたチャーハン弁当のゴールデンウィーク号、はい、ひょうちゃんが表紙になっていたものが、掛け紙でひょうちゃんが入っていたものがあるんですが、こちらの掛け紙の裏面でですね、ひょうちゃん弁当を作るにあたって、皆様どんなおかずがお好きですかというアンケートを行いまして、はいはい、その結果こちらのひょうちゃん弁当におかずが生かされているところがありまして、やはり1位がシューマイ、まあそうだよね、シューマイですね。あとはちなみに2位は、はい、2位はタケノコ煮でした。僕の好きなタケノコね。あとは卵焼きとかですね、人気のおかずが皆様のお声が入って出来上がったお弁当になります。なるほど。これ焼き印をそうっていうのは誰が言い出したんですか。そうですね、弁当の製造の方とも相談してまして、まあ、もちろん工場長じゃなくてなんだっけ、出てましたよね映像にもね料理長です。料理長、料理長ね、料理長がうんと言わないと、そうですね、企画が形にならないというところですよね。はい、料理長もうんと言って夜勤が押されたと。素晴らしい。はい、ありがとうございます。あと どうですか、そのこう嬉しかったこととか悲しかったこととかこだわった部分とか。6個っていうのは思い切った、崎陽軒さんとしては思い切った数、シューマイ弁当のこの5個、まあ、この並べ方にも実は秘密があるという、ね、お話をお伺いしたりしてたので、いや6個いっちゃったかっていうのがすごくそのまあ本当に還暦記念なんだなっていう印象がすごくあったんですけどね。そうですね、なかなかそのシューマイ弁当の5個を超えることは今までなかったんですが、なんか暗黙の了解みたいな感じでちょっと超えちゃいけないのかなと思いながら、そうです、そこを今回は還暦記念ということで60日なんで、はい、還暦にしたんですね。はい、そのシューマイ弁当、もっとシューマイ食べたいってお声もいただいてたりはしたので、こちらでお答え、還暦ということで特別にお答えできればなというところがございます。なるほど。このシューマイ6個並べるのどこに並べるかっていうのもすごく会社の中では思いまして、よくできてるよね、レイアウトも含めて。いや僕らそのメディアとかやってるとこう出して思うんですけどね、こう顔の横にちゃんとこう6個ある。このシューマイはですね、もう最初いろんなところに詰めまして、一番収まりが良かったのが今の位置だったので、そのままなんですけども、ほぼ全位置でシューマイ6個詰めてみて、ようやく決まったのが今の位置ですね。なるほど。なんかポケットシューマイみたいな、なんか言い出しましたね。ああ、なるほどね。ちょうどサイズ的にもそんな感じでね。シューマイ弁当の並べ方がやっぱりかなり工夫があるというか。そうですね、シューマイ弁当はですね、発売当初はですね、最初シューマイ4粒しか入ってなかったんですけれども、5粒に増えた時にですね、4粒分しかスペースがなかったので、一つだけですね、シューマイ弁当、シューマイが位置ずれてるものがあるんですけれども、仲間外れのシューマイがいるんですけれども、ぜひ次回、皆さんシューマイ弁当を食べていただくときにですね、あ、こいつが仲間外れのシューマイなんだと思っていただければ幸いです。なるほど。商品情報というところにあのシューマイ弁当あると思うんですけど、商品情報、お弁当、ミーニー、あ、失礼、これこれ、これでもすごい、ね、一粒だけちょっと上に仲間連れになってるシューマイですけど、この子がですね、これ一粒増えた名残になっています。これわざとなんですね。そうですね、わざとというか、もうそこにしか配置できなかったので、微妙にサイズが足りなくて。あ、なるほど。シューマイ弁当、以前横浜